はい、それでは7月のアミパラテクノランドヴァンパイアセーバー大会始めたいと思います。はい、 OK OK。 さあ、まず1戦目はテアンビシャモン対チッチザベル。さあ、このところテアンビシャモンは不能のネタを増やしていて見ていて楽しい。対するチッチも低空の精度がだいぶ上がってきている。中下段の振り方がいいんだが、テアンが言うてる間に1本奪う。さあ、ヴァンパイアセーバー超速い。さあ、1本奪ってからはじりじりとしたペースから、チッチザベルがかぶっていく。テアンは追い払うといった展開。さあ、かぶってガーフっぽい壊し、そして投げ抜けから位置が入れ替わってない、はい。さあ、打ち透かしからテアンが攻める。さあ、ダックオースが出て解除の隙に投げるが単発。さあ、チッチが追いかけていってるぞ。さあ、両者交錯、虫取りから不能、そしてイービルまで。さあ、ガーフ持ち対決、制するのはどちらか。さあ、テアン白ダメ回復、隙には技を当てれないが、さあ、テアン画面端詰めているがカウンター入って追い打ち、そして画面中央、この白ダメージうまいこと攻めたかったがチッチは無理しない。さあ、画面端投げ。さあ、テアンが危険な体力、ワンコンボで死んでしまうぞ。さあ、逆転、チッチザベル勝利。さあ、次弱敗アジ。さあ、今回ガロン使いのアジ様はモリガンで出場。対するはどんどん低空の精度は中段の精度は上がっているジャカイカッチ。さあ、ジャカイ君の成長、このところの動画通して見てるといい感じでわかるかもしれません。さあ、小中中大ちゃんと距離に応じてコンボ入れる。さあ、先に奪ったのはジャカイ。さあ、ここからはアジ様も老害力の見せどころだが、さあ、年は食ってるアジ様は老害力あるのか。対するフレッシュなジャカイはこのまま行きたい行きたい行きたい。さあ、小中中大チェーンコンボができればダメージが取れる。さあ、中段アジ様投げ返す、そして位置が入れ替わって、ここ取れたらアジ様大きいが、まさかの小中中大、これは痛い。そしてシャドーブレード、さあ、取り返して投げる。さあ、きっとアジ様は投げを対応してくる予感が意外としない。さあ、2人とも技が使って小中段、おっと小中大、わあ、最後中段勝ったのはジャカイ。ジャカイ君成長してますね。大丈夫か、チッチザベル。さあ、の試合ではかなり仕上がりを見せていたチッチザベル、対するはショートの鬼となったクロエ。さあ、鬼のクロエ VS チッチ。さあ、ショートの鬼、さあ、たまらずヘルズゲートへ逃げる。さあ、ゼロフレ発生のワープ技。さあ、画面中央に戻って、この2キャラ、まあ、接点作るのは結構難しいんですよね。勝ち側も虫取り今みたいな警戒しないといけないし、かといってザベル側も適当に突っ込んでも勝ちの逃げジャンプがかなり強いので、そこら辺は考えて詰めていかなければいけない。さあ、画面端、さあ、鬼のクロエ見せるか。おっと、かくはん安いからの下段。さあ、クロエカッチがショートショート投げ抜け。さあ、ここまではクロエがかなり優勢に試合を進める。チッチはなかなか接点をつかめない感じ。さあ、虫取りから攻めたいが、さあ、中段。さあ、チッチの下段見せてから中段、意識の飛ばし方はかなり上手くなってますね。さあ、さらに中段中段、そう、下段があるから中段中段が怖い。さあ、クロエの大ピー漏れからの、さあ、体力差が詰まってきた。さあ、ショート連発も分かっていれば立ちっぱで防げるからの投げ。さあ、チッチが詰めてきたぞ。
おっと、あの台形潰れるの珍しいですね。からのショートショートロング化けたか。さあお互い逼迫した体力、投げ抜けからの画面中央、どちらもワンコンボといったところか。さあチッチが体力削られていく、最後ずらし気味ジャンプライピー、クロエの勝利。じゃあプル肩8お願いします。このところ成長が著しいプル、ダメージソースもアップしている。対するは肩8、まあ肩8と聞けばなんか大激痛つけたいですね。肩8大激痛。さあコマンド精度には定評のある岡山の誇るマルチプレイヤー肩8、正体はあえて言わずにいる。さあまあこの色のキューピー岡山のセーバーで誰でも分かるんですけどね。マノかマノじゃないならあの人、あの人。さああの人が やってるのか、もしかして何気にリザルキやってるのか、この動き。さあ結構仕上がった動きをしている。さあ肩8の中段、そうですね、ほかげ、まあ、特にギルティメインでされてたプレイヤーなんで空中の制御に関してはもうお手の物ですね、こういうものかと。だがプルも負けていない。さあ QB に対する重ねは本当に難しい。 あえて重ねに行かずに上から行く。 QB 意外と雑魚高いんでね、上から行かれた時に圧力を感じることもあるが、雑魚じゃねえな、身長が高いんだ。勝ったのは肩8、肩8強いですね。じゃあ次、なんかモリガンジェダーよくわからん、うん、わからんから、まあ、適当。はい、まずはわからんっつうの。さあまあとりあえずしましまとダメージを重ねていくジェダに対し、マロモリガンがワンコンボで追いついたところで、でまあお互いに中間距離から、ダッシュで近づいていきたいが、このダッシュがお互いに隙がでかいのでちまちまと挟まれて、ジェダの牽制に止められていて、でマノが攻めづらそうにしている。で昇竜を打つが昇竜届かない。ジェダ射程が長いで中段中段、おっとちょっと攻勢に出ているが、はい、ちょっとソウルフィストの上からジェダが飛んでくるのでなかなか牽制しづらそう。そうこう言ってるうちに間の危ないぞ、ジェダが、あー最後まで牽制でした。それではアンド弱杯終わったらクロエ肩8なんで、そこじゃんけんしといてもらっていいですか。さあ弱杯が大会勝利を重ねることができるか。対するはゴッドアンド。さあ今日はかなりのじ合いをしているのを見受けられたが、ジャカイ君とアンドさんちょっと対戦経験は少なそうですね。フェリシア戦ちょっと難しいか。そう飛んでくるサスカッチに対して、サス、いや飛んでくるフェリシアに対してサスカッチ側が対空がちょっとねむずいんですよね。さあアンドが見逃さない。そしてお今のは勝ち限定じゃないですけどね、勝ちにとってとても辛い置き攻め、アンド知っていたのか。からのさあ若干なんとか抵抗したい。まだまだセーバー的には分からない体力が、アンドは卒のない技を選択。さあダッシュ中盤、そして裏回り、さあここ行きたい行きたいが、フェリシアの移動機は長いので慣れていないというかセットプレー分かってないと追いかけにくい。からのさあ追い打ちがないないからの削ってもよかったが、もう終わってしまうのかが、意地で1本取る。さあこの体力で若干どこまで頑張れるかというところでアンド勝利。さあアンドシンがいきますね。片原さん、いやまあ言わなくても分かってる。そこは分かってる。バレてなバレてんだよって。さあ試合が始まっている。
さあ、おっと位置入れ替わったが戻ってしまう。おっと、また入れ替わって、さあ片橋さんちょっとわからないんでびっくりしてますが、 KB、座高が低いんで、ショートが裏回るんですね。ロングか、ショートも割と裏回る。さあデルタ B、 さあ片八が落ち着きを取り戻して、取り戻せない。さあ今の各班地区からの、さあ ESCR 裏回って 2P 側に来たが 1P 側に戻るからの、さあ黒江の方も QB 慣れしてる感じはないんだが、いかんせん片八さんのサスカチ戦が多分ほとんど、まあ岡山で言うと片原ぐらいしか経験ないかもしれない。片原ですら怪しい。さあ取っていく、さあ不慣れな 1P 側で取っていくも、さあ黒いパナしていくが、おっ HP 側でも抵抗今低かったぞ。さあ黒江が他ゲープレイヤーに対しても勝利をパナしていく。さあウィナーズ決勝進出、 B がアンゾフェリシャ。さあこれきっつい組み合わせですわ。さあお互い様子見て、さあさあ投げる、カックして、お落とす、中段早い。さあアンドさんも応戦していく、あ投げる、おっとあれという言葉がこっちまで響く。さあガードしっかりガードしてる、だがきつそうだ。画面端から逃げたいが、なんとか、あーでもさあ1本取られる、おあっと画面端から逃げない、おなんとかいったが、口が反撃。さあ中盤あって、ショーケーで落とす、素晴らしいが、対空もしっかりしている。なかなか難しいんですけどね、ジェダの対空。さあ、お手様子見て、角空当たって、さあ、置き攻めから投げる。投げて、あーっと、これ、なんだったっけ。とりあえず EX 技当たって、ボージェダが勝ちです。で、スタート。さあ、イナズファイナル。さあ、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 黒江さん、モリガンからもうサスカチに変わってもうだいぶなりますけども、すごい動きがまあすごいですね。さあお互いが、まあジェダこれきついんですけど、まあお互いもうちょっとしたら何十年ぐらいやるぐらいになるんですもんね、二人ともは。さあジェダが滑空でどん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 行く。さあ大パンをでこかして、裏コース解除して、これでお互い、おっと中段通るで1本取られる。おっと投げ、さあ画面端、おっと大パン、しゃがみ大パン、あ強いんですかね、誰か教えてください。で、ダッシュ中継で空中落として置き攻め、いい感じ。さあ中盤を振るが当たらず、落とし切られてボーゼダーがの勝ちです。じゃあ一旦ウィナーズ終わったんでルーザーズの準備するので少々だけお待ちください。